あのサイコパスの答えを当てに行ってもいいですよあそっちの方が面白いかもしれない。サイコパス狙いで。そう、あのお題問題文があるんですけど選択肢がないんですよ。ああね、だけあえてサイコパスの答えをあの狙いに行ったけど実はそれは一般論だったみたいな、はあ、かんこともあるんで俺結構凡人だけどなそういうところいやいやいやすげえ普通なこと言うかもしれないよ。あまあでもサイコパスだったら結構危ないですからね。ある豪邸に強盗が入った。強盗は金品を盗み家を荒らした。さらに夫と妻を殺した。そこへ双子の女の子が来てしまった。女の子は笑顔で強盗をもてなした。なぜですか。瞬時に、うん、殺すために笑顔でもてなした。あ、その強盗を、うん、逆に殺す。逆に殺す。ああ不意打ち。そうそうそうですね。ああです。ああ怖いね。怖いね。持ってないけ。怖いわ。じゃあさ、なんか思いつく？逆に、うん、あの助かるために。ああ。まあ、優しくするっていうかなんていうの。その。なんていうんですかね。自分が殺されるために。いい子いい子しとく。いい子いい子しとく、うん、あ、そうなんだ。あ、そっちなんだえ、どっちなんすか。普通になんかもう普段からその夫婦に痛めつけられたんかと思って。あー、はいはいはい、あー、やったやったっつって、あー、恐ろしい。なるほどね。やっほー、あきらさん一般人ですね。よかった逆に柱がサイコパスです。そういうことあなたは犯罪を犯し警察に捕まった。あなたは警察の質問に対し正直に全てを話した。警察が掴んでいない事件も含めて全て。罪が重くなるのになぜ全て話したのでしょうか。サイコパスは出るか難しいな。難しい。よし決まった。よし、はいはい、あれだね。俺はもうサイコパスだけど、俺はサイコパス、俺はサイコパス。そうですか、そうですか。もうな、もう全部見てほしいんや。もう俺がやったもう悪いこと全部見てほしいんや。もう全部見てほしい。なるほどね。俺こんなことやってたのに。なんかストーリー性を持ったみたいな。繋がってる。うん、そう。怖え。じゃあ何のせいもそう思った。そうは思ってない。どう思った？インサイダー取引は？インサイダー取引司法取引のこと？うん。あ間違えた。インサイダー株だった。アホですか。こう映っちゃってます。もうカットしないんでそれ。一番恐怖だ。突然インサイダー取引出てきた。違う。なんかやっとる。なんか他ね、それ自分じゃなくて他の人の犯罪を言ったんかと思って、それ言う自分言ったら自分の罪が軽くなるんかなって思った、うん、あ当てに行く。当てに行けるんかいいよ当てに行っても。当てに行くとしたら、うん、それを犯罪だと思っていない。あ あ言っちゃったんだ一部を。なるほどね。橋田さん全部人殺しだったら犯罪だけど、それ人殺しじゃないのであれば。橋田さん当てに行く気ですよ。なんかもう回路が違うね。狂ってきた。狂ってきた。やばい。もう一番この中でサイコパスなのはデンアキラさんです。ドンピシャ、ドンピシャですよ。自分がやったことを自慢したかったから。怖い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 怖
あなたが殺さなければならない敵があなたの前で断崖にぶら下げられ棒のようなものに捕まってようやく生きている。敵を断崖の下に落とすときあなたはどうやって落としますか？ほれほれほれ、その棒の材質限定していいか？それっすね。まあまあまあいいですけど、まあ、その木の棒であるでしょ。木の棒、はい、火つけるわ。うわうわ、サイコパス。早く絞って。それ掴まれるかもしれない。ああ、ちょくちょく入院に落ちるまで待つっていこう、うん、正解は指を一つずつ離す。